おはようございます。12月20日月曜日の朝です。金曜日土曜日、昨日はお休みでしたけれども、今日の3日間で背骨の3種類の動きをやろうとしています。最近背骨 三兄弟って私は呼んでるんですが、金曜日は背骨が丸々反る、こういう動きでした。土曜日は左右に頭を持ち上げていく動きでしたね。覚えてらっしゃいますか？そうするとこういうふうに背骨が横に曲がっていきますね。これ左右 C の動きって私は呼んでますけれども、 C、 背骨が C。 今日は丸々反る、左右に曲がる。3つ目はねじれです。横に向いて顔が天井に向いていくと、ちょっと見にくいですか、背骨がねじれていく。すいません、ちょっとラフな動きでしたけれども、イメージ、この豊くんの動きでイメージしていただければなというふうに思います。では今日もゆっくりと動いていきましょう。仰向けになってください。呼吸を楽にして今の体を観察してください。体と床の接地面、どこが床についていて、どこが床から浮いているでしょうか。そして呼吸をしているときに、その床を押す場所、浮く場所に変化があるのでしょうか。頭を左右に傾けてください。では適当なところでその動きをやめてください。左を下にして横になってください。今日やる動きはハーモニー体操ではとてもポピュラーな動きです。手を、右手をおでこに当てて、頭を天井に向けて転がしていって戻ってきます。今日はこの時に背骨、さっきお見せした豊くん骨格模型の背を思い浮かべてください。この鼻の裏あたりから尾てい骨までずっとつながっている背骨がどうねじれていくのか、ご自分の体を観察してください。では右手をおでこに置いてください。ゆっくり優しく顔を天井に向けて転がしていって、戻ってきます。この動きを何度か繰り返してください。優しく優しく、そーっとそーっと動かしてください。この動きで背骨は
どう動いているでしょう。背骨のどこから動き始めますか。どこが最も大きく動いているでしょうか。戻ってきたら最初の位置まで背骨戻ってください。戻ってくるときはどこから戻っているでしょう。いろんな戻り方があると思うのですが、今日はこの背骨の動きに注目してください。背骨がどこから動き始めてどう動いていくのか、そして戻ってくるときは逆再生してください。最後に動き終わったところからゆっくり戻してきてください。そして最初の位置まで戻ります。首のあたりから上から順番に順番にねじれていって、尾骶骨のあたりからゆっくり戻してきてください。そして最後は力を抜くまで待ってください。背骨はどうねじれていくでしょう。そしてどう戻ってくるでしょうか。あばらや骨盤にはどんな動きがありますか。では動きをやめて仰向けになって休んでください。右側と左側を比べてください。床の上の背骨は床にどうついたり離れたりしているでしょうか。あばらや骨盤、右側と左側を比べてください。では右側を下にして横になってください。同じような体勢をとってください。左手をおでこに乗せてください。ゆっくり優しく頭を天井に向けて転がしていきます。でゆっくりと戻ってください。
この肘がリーダーになることもできますね。肘が背中側の床に近づいて、肘から戻って、この動きで何度か動いてみてください。肘がリーダーになって、肘が背中側の床に近づいたり、ゆっくり戻ってきて肘が前側の床に近づいたり、この動きを何度か行ったり来たりしてみてください。で、一旦止まって呼吸を2回くらいして、力を抜いてください。で、今度ゆっくり背骨に気持ちを向けてください。鼻の裏あたりからずっと尾低骨までつながっているこの背骨ですね。首に7つ、胸に12個、腰に5つ、24個の椎骨で成り立っているこの背骨がどう動いているのか想像しながら動いてみてください。そして戻ってくるときはこの下の椎骨から戻ってきてみてください。頭を転がしながら首から動き始めて、この骨盤のあたりの下から徐々に戻ってきてください。そうすると動きは随分違いますか？あんまり変わらないですか？この一個一個の椎骨を想像しながら逆再生で下から徐々に戻してきてください。戻ってきたらゆっくり呼吸をしてください。そしてまた首一番上から徐々に天井に向けて転がしていきます。戻ってくるときは尾低骨から逆再生のように戻ってきます。どうでしょう、この一個一個とは言わないまでもですね、なんとなくこの背骨の連なりをイメージしていただけたでしょうか。こうやって一個一個をイメージするとなんとなく背骨が柔らかく動いたような気持ちになりませんか。では手を戻して仰向けになってください。床の上の体を観察してください。床についているところ、浮いているところ、呼吸によって
その浮いているところ、ついているところはどう変化するでしょうか。頭を左右に傾けてください。では動きをやめて起き上がってください。いかがでしたでしょうか。この背骨くん24個のつらなぎですね。自由に動くこの背骨くんたちをイメージして体を柔らかく動かして今週も頑張っていきましょう。ではいってらっしゃい。